試験をクリアして再び世界戦線に名乗り出ることができるのか。やっぱり再起というか、もう負けるわけにはいかないんでね、ちょっと、まあ、中盤から後半にかけて倒せれればいいなと思ってますけど、新しい杉田竜平を見てもらいたいというか、そういう気持ちがありますんで、期待してください。ダブルメインイベント第1試合ライト級10回戦を行います。赤コーナー、日本スーパーフェザー級2位、130パウンド4分の1、畑中ジム所属、杉田竜平。過去の21戦とは違う生まれ変わった自分を見てほしい、杉田竜平です。青コーナー、大国フェザー級チャンピオン、129パウンド2分の1、大国精神保チャイワタナ。タイのフェザー級チャンピオン、サウスポースタイルから右フックが得意なブローです。杉田竜平が今日履いている黒いトランクス、これは半年前あのタイガーアリと戦った時に黒帽子を着した時と全く同じトランクスであります。あのトランクス、今度は白星をつけてリングを去りたい、そう言って今日がデビュー戦のつもりで仕上げてきました杉田竜平。日本スーパーフェザー級2位、最強のチャレンジャーを迎えています。選手ポーチャイワッタラ、さあ両者分かれました。まもなくゴングです。第1ラウンドが始まりました。ライト級の10回戦です。放送席には解説薬師弥生さん、そして杉田選手とはジムメイトになります東洋太平洋フライ級チャンピオンの中野博選手をお招きしています。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。さあタイガーアリ戦に敗れてから薬師さん、半年ぶりに杉田が帰ってきました、あえてね、その先も聞きましたけど、負けた時のトランクスを履くっていう、はい、あたりがいいんじゃないですか。黒いトランクスが畑中ジムの杉田竜平です。中野さん、はい、杉田選手の表情いかがですか。そうですね、今日は先ほど控室見たんですけど、いつになくっていうんですかね、いい顔してましたね今日は。いい顔してた。はい、いつも悪いみたいじゃん、それ。いや、なんか今日そうなんのないだろ、いつも以上にしまってたっていうんですかね。はい、21戦とは違ったボクシングをしたい、今日が22戦目、でも僕にとってはデビュー戦なんです、そんなことを言っていました。黒いトランクスの杉田竜平です。岐阜県は古川町の出身、一旦は全日本のスーパーフェザー級のチャンピオンにもなりました。しかしその後目の病気のため1年間のブランクがありました。そこから復帰して、そして先日2月25日東洋太平洋のタイトルに挑戦したんですが敗れました。過ぎたあれですね、ちょっとまたオープニングであれなんですけど、まだいつものことなんですけど、体振りたいですね。はい、止まってますよね。リードブローもっと使って体振ってっていうこと、セコンドからも言われてるでしょうけど。一方の青いトランクスはタイの国内のフェザー級チャンピオンです。まあ、階級はもう一つ下なんですけれども、やっぱりパンチの切れなんかはさすがにチャンピオンだなと思わせるものがありますね。思い切ってきますね。タイの国内のフェザー級タイトルを2度防衛しています選手ポーチャイワッタラ、このサウスポーです。中野選手もサウスポーの選手ですが、はい、いかがですか、この同じサウスポーとしてチャイワッタの左。そうですね、結構思いっきり打ってきてますよね。はい、だちょっとやっぱりタイのチャンピオンだけあって本気で来てるような感じなんですけど、はい、はい、気をつけてほしいですね。杉田もその出方というのが、とりあえず第1ラウンド最初の方は相手の出方を見ていくということを言ってましたけどね。今みたいにまっすぐ下がったり、はい、じっとしてるとね、相手のパンチ、不用意なパンチもらいますよ。これはタイガーアリ戦でも痛いほど始まった教訓ですよね。もう相手の外に外へ右ストレート、自分で左打ちながら左の方に回らないと、ちょっと中入ってますね。はい、おっと強い右の返しをもらいました。背中を向けてるチャイワッタラ、なかなかいい右フックを振ってきます。杉田竜平、2月に東洋太平洋タイトルのダッシュに失敗した、その半年ぶりの再起戦です。今日がデビュー戦と言っていた第1ラウンド、
今終わりました。今日の杉田選手のテーマが薬師さん、はい、あの相手のパンチをもらわずに勝つということなんですね。1ラウンドからできてないですね。できてないですか。できてないですね、はい、あのっていうのはね、左右のボディを打ってきました黒いトラックス杉田。攻めるね、攻めるとこはいいんですけど、打った後、それから、リードブロー、はい、左のボディです。それから体振ること、はい、できてないですね。中野選手いかがですか、そのあたりまだ硬さありますか。そうですね、まあ2ラウンドということでまだちょっと硬いなとは思うんですけど、はい、まあ今までとは違う。左ストレート正面からもらいました左ストレート。でも今までと違うところってのはまず長野さん何か気づきますか。うん、僕はまあジムで日頃練習の見てるんですけど、はい、やっぱり打ち終わった後とか今まで例えばこの間の試合なんかでも、はい、まともに正面からもらっちゃうっていうようなところを結構気をつけてやると思うんですけどね、はい、そういう意識がまだ上手にまだ体に現れてないような感じはするんですけど、相手の右のリードブローに対して薬師さん左を合わせていきますね杉田、うんうんうん、これがあの今回のスパーリングで特にあの成長した点だってこと言ってましたね。なるほど、あ自分の立ち位置が、ね、ちょっと悪いんですよね。まだ位置が悪いですか、はい、外に回り切るなら回り切る、入るなら入るじゃないと、はい、左相手の左ストレートこれですねもらう位置にありますね、はい、画面左側青いトランクスのチャイワッタラバ現在タイのフェザー級チャンピオン。伊藤さん、はい、まず杉田サイドですけどもね、畑中会長はとにかく頭を振れと、もっとで右ストレートをボディに、それからフェイントをしっかりやると、そういう指示が飛んでますね、はい、おっと右フックもらいました。今日の両サイドのレポーター高田博之アナウンサーです。今の指示いかがですか。もう練習で口酸っぱくして言われてると思うんですけども、ね、本人の意識の中で、はい、一発当ててやろうっていう気が、ね、あるように思うんですよね。コンビネーションで上打って下打ってっていう風に勝ち急いじゃってるような気がしますね杉田のもね。左ストレートチャイワッタの左です。どうしてもこの左の距離感というのがわからないってことを杉田言ってましたね、うん、あなるほど、にはねやっぱり左のジャブ、はい、それから回り込んでいくっていう、はい、いろいろ試してみることが必要ですよね、はい、うん、サウスポー対策はいきなりのこちらの右ストレート、そして自分が左回りに回っていくこと、これが大事だと言っていました杉田竜平。そうですね、左をついていきます。サウスポースタイルのチャイワッタに対して、さあ有効打を取れるか杉田竜平。今日のテーマはもらうずに勝つんですが、あといいパンチもらいました左ストレート右フック、なんとかこれあのかわしていこうと頭振ってますけどもね。逆に今度チャイワッタが構成出た右ストレートからこう返していきたいですね。半年ぶりの再起戦、これがデビュー戦と言っていました杉田竜平。前半の1次ラウンドが終わりました。今日もいい名古屋国際会議場イベントホール、ライト級の10回戦が行われています。赤コーナーから出ました黒いトランクスの働かジム杉田竜平、現在日本スーパーフェザー級の2位のランキングされています。たくさんの杉田の応援団が詰めかけているこの会場ですが、まだ湧いたところがまだありません。一方の青いトランクス、タイからやってきました国内フェザー級チャンピオンのチェーンシポーチャイワッタラ。中野さん、はい、いかがですかこのチャイワッタラという選手。そうですね、思った以上に強いですね。やりにくい相手ではありますね。どのあたりが一番やりにくいですか。やっぱりこう懐深いんですよね、はい、うん、ある程度この懐深くて、あの前の手で相手の距離測ってますから、はい、おっと右フック入りました。さあ杉田のパチが、おっと正面からもらった、これが一番危険です。まっすぐ入ってからもらいますね、はい、そして早いこの右フックで突き倒すような感じがあります、うん、チャイワッタラ中に入って左フック、うん、打った後に同じ場所にいちゃいけないんだ、それはもう言われても分かってることなんですけどもね。なかなかできない杉田竜平、左ストレートです。相手はね、もうこの早いからパンチが当たり出すと、はい、タイの選手なんかを調子に乗ってきますからね。乗ってきますね、チャイバッタラはこれが来日は3度目なんですが、過去2度目はあのユージ・ゴメス選手、現日本チャンピオン、はい、それからあの、ランディ・スイコ、WBC の5位にランキングされてますけども、ね、はい、世界ランカーと戦って、まあ、いずれも KO で敗れてはいるんですが、強い選手と戦ってるんですね。14戦して11勝3敗、7KO、タイ国内での試合に限りますと、11勝1敗という成績になります。現在そのフェザー級のタイトルを防衛し続けて、そしてタイ国内では10連勝中のボクサーです、チャイバッタラ。あと左右フック、
体勢をちょっと崩した杉田。チャイバッタラが詰めるが、いや一旦下がった、距離を取った。チャイバッタラ長いこのリーチを生かしてワンツーを振ってきます。伊藤さん、はい、チャイバッタラサイドはペースは握っていると、このペースで行けと結構余裕の指示ですね、はい、それから杉田サイド堤トレーナーはもっとジャブを出してという指示です。どうしても FC さん、杉田選手中に入りたいという気持ちがあるようですね。でもね、攻撃がね、まずまっすぐということと、はい、相手の外側に回ってないんですよね、はい、右にボディです。これは効いてないという表情を見せました。チャイワッタラ、はい、時折右に回るのはいいんですけど、回るなら回る、回らないっていうね、あのふうにして中途半端にいるからね、もらうんですよね。左ストレート、右フック、そのあたりいかがですか、中野さん。はい、そうですね、ヤフジさんの言われた通りなんですけど、はい、まだやっぱどうですかね、エンジンかかってないような気もするんですけど、そうですね、いつもスロースターターなんで、スロースターター、まあ、リュウヘイはそういうタイプなんで、はい、まだあの安心して見てますけど、もうちょっとやっぱりそうですね、課題としてきたところをあの出してほしいというか、もうちょっと頭を打ってですね、はい、そういうのを見せてくれるといいなと思うんですけど。第3ラウンドが終わりました。試合は第4ラウンドに入ります。前半3ラウンドまでをご覧になって、ヤクシーさんいかがですか。あのね、はい、相手の懐の中で戦ってしまっているっていうのが残念ですね。はい、この青いトランクス、サウスポースタイルのタイの国内フェザー級チャンピオン、選手コーチャイワッタナ。でもっとリングを広く使うこと、もう少ししかリングを使ってやってませんからね、はい、だから竜兵のパンチも当たるの当たるんですけど、相手がこうカウンター取りに来てるんですよね。もっと右ボディ、時折この右ボディが入って嫌がる、表情を見せます。チャイワッタラ、しかしおっと逆にボディ返された、カウンターで入っています。得意なブローは右フックと言っていました。背中を見せるチャイワッタラ。今日は放送席にはジムメイトでもあります東洋太平洋フライ級チャンピオン中野博選手をお招きしています。中野さん、はい、中野さんからご覧になって前半いかがですか。そうですね、もうそろそろエンジンかけ出してもいいかなっていうところなんですけどね、まあ、足を使ったりとか、はい、いろんなことを今までなんていうんですかね、本能でどつき合いしてたのを、やっぱ頭使ったボクシング今日は見せてくれると思うんで、はいはい、さっき薬師さん言われたみたいに、リングをもっと広く使ってほしいと思うんですけどね。もともとがスロースターターでもあります。エンジンのかかりがちょっと遅いタイプでもあります杉田竜平と左、さらに右です。なかなか懐に入れません、チャイバッタラ。ですが、いつもこうやって打たれていながらもね、中野さん、はい、突然逆転のパンチで一気に形勢をひっくり返すってこともあるんですよね。そうですね、はい、右をついてきますサウスポースタイルのチャイバッタラ。これまでの自分のボクシングは21回戦ってきましたが、いつもがむしゃらに愚直なまでに前に行くだけだった。でも今回からは頭を使ったボクシング、そして相手のパンチをもらわずに勝つ、これをテーマにやっていきたいと言っていました杉田竜平。だから今日がデビュー戦というこの杉田竜平です。さあフレックロープに追いつけるか杉田を、はい、ワンツースリーフォーまでもですね、はい、中に入ろうとすると、しかしこの細かいパンチ、ショートローパンチもらえますね。で右ストレート、このパンチから開始ですね、はい、体を入れ替えてシャイバッタ左、左ストレートです。シャイバッタラ左、また左左振ってきました。これも相手の懐なんですね。懐、相手の距離にいるってことですね。相手のパンチで出せば当たる位置にいるんですよ、はい、この位置が、はい、もうあと一歩半歩外ですね、自分の左の方に立った方がいいですね。相手の右側の右手の外側ですね。そうですね、はい、右ストレート右のボディにかかってきます。さあ杉田接近戦でカットも見出したいが、しかしチャイバッタのパンチをまとめてくる。左から右への返し、非常に素晴らしいコンビネーションを持っています。タイの現役国内フェザー級のチャンピオンチャイワッタラ。なんとかペースを取り戻したい杉田竜平。ワンツースリーフォーですね、4つ目が欲しいですね。第4ラウンドが終わりました。第5ラウンドです。リング中央に両者が立ちました。黒いトランクス、働かじめの杉田竜平。おっと杉田がインサイドからパンチを出していきます。チャイバッタ自分の距離に逃げようとする。さあ追い詰めるか杉田。ラクシーさん、この立ち上がりいいんじゃないですか、ね、このラウンド。あの相手もびっくりしてると思いますよ、はい、急にボディ攻めてきたんで、まあ、セコンドからの指示でしょうね、中野さん、はい、スロースターター、いよいよここから本領発揮ですね。そうですね、エンジンかかってきましたね、はいはい、ロープで追い詰める。そしてここからもう一歩距離を詰めて左ボディ上に返していきたいところ、チャイバッタラ逃げました。自分のセーフティーゾーンに逃げていきたいチャイバッタラ。左頭を振って中に右ストレート、杉田の右、
さあ次ないこれバッツロープに相談してくれるさあ上下に打ち上げるかチャイワタラちょっと表情が変わった今のコンビネーションいかがですか MC さんいいんですけどね、攻めて左のアッパーそして左ボディタイのチャンピオンがマットに沈みました立てるか立てるか立てるのか立てませんスリランでデビュー21戦目しかしこれが本当のデビューです見事ノックアウトで勝利を抑えましたいやー安井さんいかがですか突然勝利はやってくるってこのことですね、はい、中野さん、はい、逆転勝ちまさに逆転勝ちそうですねやっぱりエンジンかかったところでいいの今綺麗にボディ入りましたからねはい、はい、これが杉田選手なんですよねそうですね、そして薬師さん、はい、新しくやろうとしたこと、まあ、できたかできなかったか別にしても、はい、勝利で吹き切りたそうですね見てるお客さんは喜ぶ試合ですねそうですね会場内大歓声が上がっております中野さん、はい、こうなったらまた働かじめ盛り上がっていきますねそうですね僕も負けないように頑張ります、はい、見事復帰戦そして再デビュー戦を杉田竜平 KO で勝利を抑えましたそれでは再起戦見事ノックアウトで飾りました杉田竜平選手ですおめでとうございますありがとうございました杉田さんそれにしても会心のノックアウトでした、まあ、そうですねもう相手もやっぱりタイのチャンピオンだけあって、まあ、強かったんですけど、まあまあ、KO で倒せて本当良かったですねさあ杉田さんこれで終わりではありませんよもう一回チャレンジしてくださいよそうですね本当、うん、まだまだ上はあるんですけど、うん、もう力いっぱい本当自分の力出し切ってやるしかないんで、これからもお願いし応援お願いしますさあそれでは力強く今後の目標聞かせてくださいまだまだ世界チャンピオンっていう夢はね諦めてないんでもっともっと上目指して頑張りますんでこれからもどうぞ応援よろしくお願いします